江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本ビールにこだわるのが奇妙に見えますというですね、スレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレ主の書き込み行ってみましょう。くーちゃんお願いします。日本ビールに関わるのが奇妙に見える理由。一部の人を見ていると渓谷ビールを批判しながら日本ビールを称賛している人がいます。個人的な考えでは、渓谷ビールと日本ビールは特徴が似ていると思うのですが、麦芽含有量が低い発泡酒で口当たりと爽やかさを重視した辛口ビールを促進しているため、ビール本来の味わいが損なわれています。それはギャスやヒテ、渓谷のビールもやっていることじゃないですか。日本ビールの方がバランスが良く、渓谷ビールがひどいと言うけど、そこまでじゃありませんが、いずれにせよ、そこまで日本ビールに執着するほど特別なものではないと思います。エビスビールやプレミアムモルツなどユニークなビールを好む人ならまだしも、アサヒビールのようなものを好んでいる人ならなおさらです。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対して結構の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、一人目こちら、ポン。スレ主の発言は俺の常識を覆すものだ。日本はビールと発泡酒を麦芽の含有量で区分している。ラガーだから大きな味の違いはないとしても、それでもスーパードライとキャスは別の飲み物だ。単純に不買しようと言いたいのでは。日本のビールは日本の現地で飲む生ビールは確かに美味しい、ただ缶ビール自体は美味しくない。最近日本に行ってビールを飲んだけど何の感動もなかった。むしろ渓谷のマートの方が世界中の様々ビールをはじめとして小さな工場で作られるクラフトビールをたくさん扱っていて、美味しいビールがたくさんあると感じた。日本のスーパーで売られているビールは日本のビールばかりだった。微量のセシウムの味の違いを判別できるのでしょう。すごいですね。エビスはたまに買ってたけど、不買運動以来飲まなくなった。他の選択肢も多いのに、あえて日本ビールを飲む理由がない。正直言って日本ビールの方が美味しいです。国内のビール会社に品質を上げろと怒るべきであって、日本ビールに対して同行する問題ではないと思います。そういう人たちはアメリカビールのミラー、バドワイザー、クアーズの違いもわからない人たちなので。ちょっと古い記憶だけど、90年末くらいにアメリカでビールを箱買いしようとすると、いつもバドワイザーよりも3割以上安く売られてたのがアサヒビールだったから、頭の中に安くて質の悪いものというイメージが残っていて全く飲まない。だから味のイメージについては90年代後半のまま記憶が止まっている。我が国も中小規模の企業からたまに美味しいビールが出ているのと同じように、日本にも美味しいビールがいくつかあるだけだと思います。我が国に入ってくる日本ビールの中で明確に美味しいと言えるビールはサントリープレミアムモルツ、エビスだけだと思います。自分は国産ビールよりもアサヒやサントリー、キリンの方が美味しく感じる。とにかく外国産のビールは飲んでみると美味しいものが多い。どれだけ味が良かったとしても、あえて放射能物質を微量でも摂取する理由になるか。それに美味しいビールは日本ビールだけじゃない。この前久しぶりに日本ビールを飲んだけど、渓谷ビールと比べるのはちょっと。特に日本で飲む生ビールはクオリティが断然違う。俺はキリンビールが好きなんだけど、ここまで麦の風味が感じられるビールは他にない。麦の風味が感じられる他のビールと比べても後味がすっきりしてる。セシウム入りが好みなのでしょう。同じラガーを飲んでおいて味の違いについて話すのはおかしい。たとえ違いがあるとしても、そこまで大きな違いじゃない。テラ、渓谷ビールが発売されて以来それしか飲まなくなった。テラが発売されて以来、他社のラガーの味も明らかに美味しくなってる。とにかくほとんどがラガーである日本ビールを買うことがなくなった。10年から15年前までは日本ビールも美味しいと言えたけど、最近では渓谷ビールの方が断然美味しい。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。これかな。はい、奇妙に見えますじゃなくてノージャパンしましょうね。こだわらないと美味しいビールが買えないんでしょ。知らねえ自分とこのビール飲んでろや。チンタオビール飲んでろよ。お酒飲めない坊やにはわからないだろうさ。そっちはこだわらないどころか鼻水だから。お前らんとこの薄くてうまくもないのと一緒にすな。味覚がエラー起こしてますよ。確認しましょう。
そこまで言うほどの違いがあるんですよ。お前らの国には生ビールやラガービール存在してないやん。え、こいつもしかしてビールと発泡酒を勘違いしてる。日本はラガービールなんだよ、エールじゃないんだよ。そう言われると同じ方向性だな。ただ昨今の日本のビールは旨味にこだわってんね。北朝鮮よりまずいビールしか作っていない渓谷が。うん、そうだね。日本から見てもほんと奇妙なのよ。嫌ってる国の作ったビールうまいうまいって飲んでやがるの。ほんとプライドもなんもないって感じるわ。わら、じゃあ自国産やし国産のションベンビールを飲んでればいいのでは。悔しいなら悔しいって言えば W 悪口の質が上がるたびに妬みの深刻さが伝わってくるで。わら、辛いものばかり食べてるから味覚がないんですね。わざわざお金使って日本に来なくてよし。日本のスーパーにある渓谷ビールを撤去してほしいよ。あんの？お前らのにはカドミウム入ってるだろ。わら、普通は海外のビールなんてよほどの好き物じゃないと買わない気がするけど、あと日本のビールはまず行って行ってお試しでもどう手に入れてるの。わら、円安なんだからバドワイザーよりはそら安いだろ。 W 為替レートの概念ないの？なんで朝日のビールが渓谷で売れてるんだろうね。不思議だな。だから日本ビールを飲みながら美味しくなかったと言ってるやつは日本は嫌いだがと言って日本旅行に来てるんだよ。本当に迷惑なんだよ。飲むな来たるな。今度お前らにはカドミウム入りの美味しい水が飲めるんじゃね。おっそうだな。 W ノージャパンするんだぞ。カプサイシンで味覚が沈んでるお前らにビールの味の違いがわかるとは到底思えません。わら、だったらなんで日本ビールが不買の薄れとともに白売れしちゃってんだろうね。日本はどっちが美味しいとかまずいとかやらないよ。一切関わり合いになりたくないからね。からビールもウイスキーも水の違いなのかな。某お店によく並ぶ K のお菓子とビールですね。本当に某お店ってどこ。あーイオン。わかんない。あんの？スーパーに韓国のビールが並んでんの？イオン。あ、そうなの？イオンでは何売ってんだ。あー、需要あんのかね。お値段そこそこするんでしょ、輸入品だから。イオン系の安いやつが、あー、渓谷産なの。あー、ミニストップでも売ってる。へー、あ、PB みたいなやつ。イオンの PB は韓国製。あ、そうなんだ。知らんかった。はー、はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。